よし。ね。おい。あ、ヒントンよーい。待ってるよ、ご飯。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。無事で行ってくれ。急げ孫悟空。お、鉄橋があんな。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば力が抜けてしまうはずだ。オラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまう。え？おお？あ！あの、ありがとう。いいえ。よし。
頼みます。キラキラして高く売れそうだけどな、この石。どう？お？よし。よし。こいつは。下の岩場で化石掘りしてとか言ってたな。お、滝だ。さて、いいですよ。あ、ヒヒヒ。ナムんとこに持ってかねえとな。あの村なんか店があるみてえとな。どう？どうです？なんと。ありがとう。ああ、じゃあな。では。ナムの村に行ってみっか。
おっす。え？あ。なあ。わかった。え？ありがとう。ああ、よし。地図見た方がいいんかな。地形ぞ。そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。俺たちが近づいているのに気づいているはずだ。そうか、真正面からやるしか道はねえわけだ。ヘヘ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 
よし。どう？ありがとう。サンキュー。ありがとう。ヘヘヘ。ハハハ。警戒信号が。戦闘力710。どこだ？何？あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た？決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ？どこに隠しやがった？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には
死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法。ふん、しつこいやつめ。はっはっやっ、お遊びはこれまでだ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。やれるつもりはねえさ。助けられるわけがなかろう。その前にお前が死んでしまってはな。Yeah!
だ。よっ、はっ、いやー、おー、やめっただ。やっ、よっ、うわっと、あらあら、あら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 あ、首はこれまでだ。よっ、はっ、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 やめられ、よっ、やめられ、やめられ、お遊びはこれまでだ。はっ、よ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 っ、はっ、よ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 っ、死ね。1330、すべての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。おあおっ、あっ、油断したな。チンポつかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく このお力引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出る！そら！そら！もっと苦しみ、次は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これは避けられる。このガキ。貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢高殺法。